はい、皆さんどうも、ミスサローです。ヨッシーストーリー実況プレイやっていきましょう。さあ、ついに4週目に入ったわけなんですけど、高い塔を乗り越えて、いや、結構もう後半、3週目の後半から相当怪しい感じにはなってきたんですけども、そろそろ最後のステージでハート取り行かないと、一番初めに多分選ぶステージって一番最後のやつでハート取らないといけないっぽいんですよね。4まで出ちゃってるから、もうそろそろ取らないとまずいんですよね。プロペラのついたリフトを乗ると上に飛びます。うまくバランスをとって壁に当たると消えます。そうか。お、やった。親切設計。親切設計だけど心が折れる方の設計はちょっと正直好きじゃない。あと、今日のラッキーフルーツは、またリンゴか。あ、なるほどね。だんだん上がっていくから、こういうことか。でも上を見たくなってしまうな。ほいー。考え中。さすがに一面はまだそこそこできるから、まだメロンの誓いは破らないにしましょう。ほい。あ、消えるけど、ちゃんと残してくれるんだね。てか復活するんだね。よし、行くか。ひゅっ。違う色や。はい、ポーズ。思い出すがいい。うわ、月の顔。うふふって言ってるな。あ、押した。右行けっつってるけど、あ？どういうこった？消えちゃうよね。出たままなのかな？出たままですね。じゃあいいのかな。まあ、いや、考えておこう。うふわ。こいつさ、8じゃなかったっけ。でもこういう時は上まで行っちゃいたいけどなかった。なんもなさそう。ああ、そこまで下がってくるのね。ほいほい。ん？うふふ、どこ行った？はい、傘を。でも左にさ、ああ。あっぶね。こっちか。オッケー。いや、向こう側にもなんかあったんだよね。おぉ！ああ！上戻れないですかね。何もないなんてことがある？何もない。あ、しかも乗れないんだね、あれ。キラーダイフ乗れないんだ。危なっ。場合によっては1にまた戻ってもいいのか。ああ。ほっ。ああ。ん？これどういう状況なのかな？扉埋まってますね、これね。もうちょっとこれ左に作れ、あ、でも塔の入り口っていう、あれだから、あそこになっちゃうのか。お、音がまた変わった。でで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 。あ、メロンが30個がどうのこうのって言ってましたね、今ね。で、ちゃんと読むか。はい。幸せポイント、ヨッシーって不思議なやつ。同じフルーツ食べ続けると、すごく幸せ。一番幸せなのはメロンばっかり、30個。
難しいけどひたすら探して食べてみよう。メロン30個集めると最高得点ですよと。あれでも敵踏んだあれもカウントされるんだっけ。どこだ。あ、2があるね。ドゥドゥドゥ、アジだ。ヒップドロップで取ろうと思ったけど、ほい、よっしゃ。どうする。あ、届かない。一旦1に戻るか。そうするとここの上から来れるから、でさっきの右と取れなかったところだね。右側に2つあったの取れなかったから。ああ。では届くんだね。ほい。ほわ。ああ、取れなかった。やっぱ1個あったね。ああ、あれか、傘取らない方が良かったのかな。うわあ。傘取ると踏ん張りジャンプができないから、ちょっともう一回チャレンジさせてください。多分傘取んない方が良かったかもしれん。ほいや。果たしてメロンを取り続けてることが意味あるのかって言われたら、コスだけに関しては意味ないですからね。うえ、何もしないで上に上がっていきましょう。そっちの方が確実ですね。ほい。で、こいつを取らないで、ああ、よし、オッケー。今取りそうだったけどね。ここ乗れるかしら。あ、乗れた乗れた。乗れるけど。あ、ジャンプはできないのか。じゃあしょうがないね。仕方ないね。で、どこだっけ。ここか。で、一旦こっちサイドに降りちゃダメ。よし、オッケー。せー、あ、なんか出たぞ。怪我の光明、まあ怪我してないからいいんだけど、まあラッキーラッキーですね。やった。じゃあ先進みましょう。あとハートがまだないですね。いや、8面、6面か、6面を今から隅々まで探索しなきゃいけないとなると、もう恐怖でしかないですね。でもやっていかないとね。今までサボってきたツケですよ。探索できるときにしとけばよかったっていう。でも前回の3面に関してはな、3種面に関しては本当にもう後がなかったからね。はい、壺あります。はい、そうですか。これ見よがしにこっちに来たけど、ほい、これ壺か。でも、あーちゃーちゃーちゃー、壺先だったな。これ壺入ってないから、場合によってはまた戻るっていう手段は、選択肢もありますよね。お、すごい。なんだろう、まだ先続いてるけど。じゃあこっち行ってみるか。エリア変わっちゃうとね、無敵終わっちゃうから、それもちょっと嫌なっぽい。嫌な感じ。不思議のチューリップ、はい、貯めてって言ってるけど、じゃあこれから行ってみましょうか。どうだ、
あ、上まで登っていけと。オッケー。せい。ひゃい。食べなきゃいけないのか。せい。ほら。よいしょ。なんかいろいろとあっちこっちにあるぜ、ここ。メロンがあっちこっちにあるのか。上まで来ちゃえば、もうあまり関係なし。やった、ハート発見。ここは？これ見よがしに端っこにこういうのあるけどさ、あんまり関係ないよね。あ、3があった。戻るか。でもちょっとここ探索したいっていうのもあるんだよね。あぶー！真上に飛んでいけばいいっていうことに気づいてしまった。で、こっから3に行けるのか。ちょっと戻るか。壺行きたいんですよね。おーい。いや、ここに来てワープくんこんなに使うなんて終盤っぽさが。ドゥ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 。壺どこだったっけ？あ、この横か。よいしょ。あー、壺って一回行かなくとなくなるのね。勉強になりました。じゃあここの周辺探索だな。ここね。おい、左と右。お、すごいとこに止まったぜ。ちょっとヘリヘリ砲が邪魔なんですが。そしてこれはなんだですよね。よいしょ。はい、これあれかな、左右から回ってこれたやつかな。あ、違うな。とりあえずこれで2つ目取った。危ない。ガラララ、危ねえ。はい、はい、くそ、絶対あの壺にメロンの あれがあったでしょう。あ、これはここの上に来たのか。さっきのところだね。じゃあもうあとは進んでいい感じか。だよね。ここはさっき来たところだから。ほい、じゃあ先進むよ。壺もったいないことしたな。そうか、壺は先に進まないから、だいたいね。見つけたら先に壺優先しなきゃダメですね。せっかく今のところさ、メロンがいい感じに来てるからさ、もうちょっと欲張りたかったけど。まだまだ踏ん張ります。踏ん張りジャンプが一度終わったからタイミングよく A ボタン押すとよい。そうだな。あ、これで上がっていけってことか。でも、気になる。まあ、この辺は結構適当にやってても。あぶねえ、あぶねえ。ですね。コインもなるべく見ていきたいよね。よいしょ。待って待って、右が気になる。あばあ、もうちょっとここか。よいしょ。18個って結構いいんじゃない？いいね、これ雲1個ずつにいたのか。うお、すごい上がり方。危ない危ない危ない。おい、あ、一周した。じゃああとは
やっぱ 1コース1はさすがに短いですね。一周したから、あとなんだっけ今日のラッキー。リンゴか。じゃあリンゴ取って終わりにするか。初めてリンゴいたっけ。リンゴちゃん。いた。えい。兵法の仕掛けでヒップドロップ。あ、そっか。兵法、あ、いたっけ兵法なんて。トゥトゥ、トゥ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 。トゥ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 。トゥ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 。なんか1ステージにつき糸動画になりつつありますね、最近は。仕方ないね。そしてこの月の顔よ。いい顔してるぜ、だけど。ほい。いない。それともあれかな、積み木のメロンって10個だったりするかな。あの上から降ってくるやつね、箱が。そしたら丸々それ以外は取れてたってことだよね。もしかしたら7個であと3つどっかに隠されてるのかもしれないけども。うぃー。ここってさ、あったじゃーん。いっか。普通に取って終わらせましょうか。ね。ほい。こうか。てててて。ショートカットゾーン。おーい。おーい。で、ここに平平法がいるから、それから、アポー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 。アポー。ナイスアポー。ああ。おっと、こんなとこにもアポー。で、ここに2つ。さあ、ラスト1個こっちに何かしらあったでしょう。あれだね、確か、リンゴもあったはずだから、それを、そっか、上か。ほーい。ほーい。ああ。横着するとこうなります。しっかり貯めてから。お、ちょうどリンゴのところを。ちゃちゃちゃん。たたたた、よしー。いや、今回、高点数が期待できるんじゃないですか。あ、ダメだ、低かった。3800だって。前回、一面4000ぐらい取れてたから。やっぱ、壺逃しが大きいですね。まあ、ハイスコア狙ってるわけじゃないんだけども。こせるんだったらこせるね。当てもなく旅を始めたヨッシーたち。あたりで一番高いとこ。まずは登ってみました。そうだね。高いところから見れば何かしらあるかもしれない。なんとかてっぺんたどり着き、ぎょろりとあたりを見渡してみても、どっちへ行けばいいのかわかりません。本当にスーパー幸せの釣りを取り返すことができるのでしょうか。ちょっと不安なヨッシーたち。高いとこ登ってもね、大雑把には見えるかもしれないけど、細かいものを探すときにはちょっと無理かもしれないね。向いていないかもしれません。よし、第2ステージ。ああ、ここら辺からもう難しいんじゃないかな。